今日も一日お疲れ様。すごく大変だったみたいだね。自分を大事にできてる。遊んだり笑ったりしてる。大人になるとあんまり笑うことがなくなるから余計に憂鬱になりやすいの。何でもよいから笑顔になれること探してみてね。今日お話しするのは眠れない理由について。もしかしたらコーヒーとか紅茶の飲みすぎかも。長時間のデスクワークは非常にストレスになるんだって。寂しくてコーヒーや紅茶をついつい飲みすぎてしまう人も多いんだよ。コーヒーや紅茶にはカフェイン、クロロゲン酸などが含まれていて脳を覚醒させてしまいるよ。現代人は無意識のうちにコーヒーや紅茶を飲みすぎているので、意識してコーヒーの量を減らしてみてね。コーヒーを左右に変えるだけでかなりの変化を実感できるはずだよ。今日の寝る前のお話はおしまい。ゆっくり休んでね。おやすみなさい。